画面上だとね、あのね、1週間後がちょうどよくなるように染めてもらった1週間後何かあるわけでもないのに。でも分からなくても分からないとは言わないでね、みんな分からなくても分かるって言ってね。私はこれに1万5000円かかってるんだからえ、ブリーチしたの途中買って後で教えて、あの見せてあげるね。すごいから、もうなんか金髪だからブリーチした時やばかった。あのね、インナー入れたんですよ。そうだ、インナーだけブリーチしたの。あ、わかる、ほらすごいすごい、ほらこれなの、インナー、インナー、これ見えて、見えてる、あ、見えた見えた、わかるじゃん。そうそう、なんかね、光に当たるとインナーがわかるんですよ。あ、ちょっとこっちだと光の加減で本当に変わるんだよね。今見えたよね、ほら、あれどこ行った今分かったよねどっか行っちゃった、分かった。髪の毛どうやったんだろう、今どうやったのか、なんかきっと光の加減で今一瞬分かったと思うんだけど。そうそう、あ、ほら、あ、ほら、ほら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 分かるでしょ、あ、ほら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 、インナー入れたの。あ、ありがとうございます。そうで、なんか外側は、まあ、若干明るくなったかなみたいな、だからほぼ黒です。そうで、どんどん色落ちして、そうだからブリーチしたの人生で初めて、ちょっと痛かった。そうインナーだけブリーチしたんだけ ど、 ちょっとさっき分かったよね一瞬。あ、いやどうだろう、ちょっと見せ方が分かんない、明かりがさ、あ、ちょっと分かる。そうインナーがなんかね、なんだっけな、ベージュと、ベージュ、あれは何色なんだろう、あのね、まあなんかアッシュ系のベージュみたいなやつと、青と紫とかピンク、なんかいろいろ混ざったなんか色なんだけどそうそう、でもなんかインナーだけブリーチしたから、多分あの3週間後ぐらいにはもうすっごいインナーみたいになってるんですよ。そうすごいね、あのインナーみたいになってる。今はやりたてだからあんまなんだけど、どんどん色落ちしてきて、多分だんだんすごいことになっていくので、最初はまあ慣れ始めみたいな感じで思いました。どうですか、でも分かんないよね、だからみんな公園来てください勧誘です、もうこれは公園に来て。あ、ほらなんかね、本当に明るいんだよね若干。あ、いや分かるんだよね、見れば。そう目で見れば分かるんだけど、なんかね色の加減がね、この配信じゃ分からないの、ここインナーでここインナーじゃないんだけど。そうなんです、まあ若干今は若干って感じです。さっきすごい分かったよね。あ、そうそう、太陽の下とか照明によって、そう今は私の部屋は結構ミルクティーっぽく見えるんだけど、色が。でもあの普通にめっちゃ明るいとこ行ったら、明るいとこ行って光を当てたら、あのね、青紫みたいにも見えるんですよ。そう今はすごいベージュみたいに見えるんだけど、あ、わかるよね、なんか若干わかる。あ、ほら違いわかる、ここインナーで、ここがあの若干染めた方、こっちがインナー。そうこんな感じです、イエーイ、こんな感じです。あ、そうそう、だから生誕祭とかわかんないけど、生誕祭は逆にちょっとすごい明るいかもしれない。外側もね染めました。外側はブリーチしないで染めたんですよ。そうインナーだけブリーチして明るくして染めたんですよ。外は普通にブリーチしないで染めました。暗い、ほぼ変わんない、ちょっと明るくなった。外側はほぼ染めてないです、インナー入れました。そうあれブリーチしたんです、私が。感動じゃない？髪はね切ったよ。
髪もね、ちょっと今内側にくるんってやってるからわかんないんだけど、え、ユウが来た、やっほーユウに写真送るって言って送ってなかった。青から LINE 来たから、青に面白い写真を送りました私がサザエさんみたいになってる、なってて、ここブリーチしてる時こういう髪型になってたんですよ。で、ここがもう金髪の写真やばかった。そう、金髪のね写真、あ、待ってたの全然送ってなかったわ、ごめんねサザエさんだったの。そう、インナー入れる時ここを結んでて、でもさ、画面じゃわかんないよね、なんか。でもなんかもう美容師さんに、もうありえないぐらいシンプルでお願いしますって言って、そう、だからまあ色抜けたらすごい明るくなるんだけど、でもね、生で見たらわかるんだけど、ちょっとやっぱ生じゃないと見えないかも。後でどっかに写真載せますね。生で見れるの楽しみ、楽しみにしてるまあ、ゆはすぐ会えるから、ね、みんなは見たければ公園に来てください。見たけりゃ見たけりゃ公園に来てください。多分おしゃべり会でも画面越しだからわかんないかも。モバメだとわかるよ。そう、さっきでもね、写真撮ってみたの。でもわかんなかった、写真じゃそう、写真じゃ、あ、ほら若干わかる。でもそう、ブリーチしたから本当にアイロンとか、その何、シャンプーとかすればするほどどんどん金髪になっていくので、今後お楽しみに。長かった、何時に、 3、4時間美容室にいました何してたん本当に。あ、バラありがとうございます。そうだから、だんだん明るくなっていくので、みんなどんどん慣れてってください。可愛いんで、腕もなんか、と画面じゃわかんないけど可愛いんですよ画面じゃわかんないけどね。染めちゃった、いや、わかんないよね本当に。でも、そう、あの、前髪が短くなりました、若干染めただから昨日が、あの、ラスト黒髪でした。昨日の公演が、本当は、あの、今日行く予定じゃなかった、今後に入れてたんですよ。そう、今後ね、1週間後ぐらいに美容院行こうって思ったんだけど、予定が埋まっちゃって、全部。そう、だからいきなり今日行こうってなって行ってきました。わかる？いや、画面じゃわかんないよな。あ、わかるたまにわかる角度が、わかる？わかるよね、若干インナーみたいな、これ、ここら辺も全部インナーなんだけど、これちょっとなんか明るさ的に無理がある見せるには。毛先パッツンにしな、毛先はね、パッツンにしたんだよ、したんだけど、今内側にくるんって美容室の人がやってくれて、でストレートにしたらバッツンですもん。そう、わかるか、ほら、ストレートにしたらもうバスンって感じです。そう感じです。高校卒業したらもう、うん、そう、4月になったらもうちょっと入れてもいいけど、トリートメントもしてもらったみんなだから、ま、頑張って公園当ててください。公園当てれば見えるかもしれない。でもまあ、劇場も照明すごいからね、あれで見えるのかもわかんないけど、まあ色落ちを楽しみにしててください。そう、私は今が完成形じゃないんですよそうそうそう、
あくまでも1週間後は完成形なんで、これまだ染めたうちに入らないです。はい。え、ゆう9位にいない？めっちゃ星投げてくれたの？めっちゃ前にいない？上にいない？序盤だから星投げれば登れんのか。めっちゃ壇上上がってるけど、ゆう。こんばんは。テロップ過去テロップ。テロップってどうやって書くんだっけ。ねハート送ってきてる。ありがとう。ファンじゃん。ハートはファンだよ。ハートは誰それだ。ちゃんと自分のアバター使ってんの面白いですよ。どうやってもらうのアバター。そう、1週間後が私の完成形なんで。そうなんです、私の完成形は1週間後です。みんな優に負けないように頑張って。土日の公演がない。土日の公演をやったら死ぬじゃん。2回公演だよ、ちっちゃい。もうさすがに死ぬじゃん。そうそうそう、やっぱあのハードな公演は平日しかできない。寒っ。あ、誰もありがとうございます。ゆうちゃんに負けたくない、頑張れみんな。あー、だるまめっちゃ投げてくれる、ありがとう。1位になりたい。頑張れみんな。やば、ファンがいる。なれる余裕なら。昨日2回リハーサルしたじゃん。してない。あ、したよ。してないじゃない、したよ。ねえバラ。ねえもうやめな。ユウはもうやめな。あ、ユウタワー欲しいかも。タワー欲しいかもしれない。そうバラもくれたよ。これいくらするのバラって。あ、氷のタワーね。タワー待ってるよ。いいよタワーくれても。爆笑って。こんなギフト投げてくれるメンバーそんないないけど。え、4位まで来たよ。3位までもうちょっとだ。言う。4位になってる。レインボースターでも強いんでしょ。なんかレインボースター投げまくるとさ、一気に1位になるよね。そう、私もなんかね、誰かの知らないルームでレインボースター投げたらいいとこまで行っちゃってビビった。なんかレインボースターって勝手に貯まるんだよね、あれ。お金とかじゃなくて確か。4位は結構強いな。みんな負けてるよ、大丈夫。負けてるけど、負けちゃってますよ。ファンやん。あ、ね、わかるよ、ほら若干見て、ほら。なんかさ、これだとさ、すごい金髪に見えるんだけどさ、あのね、実際見たらなんかね、青紫みたいな感じなんだよ。ちょっとなんか左右で色の入りが若干違うんだけど、こっちがね、こっちの方が青紫なんだよね。あ、若干わかる。若干紫みたいな。
私多分さ充電なくなっちゃうんだよねこの配信。1時間ぐらいしようかなって思ってたんだけど、まだ伸ばすの。伸ばす、え、全然伸ばす、てかもっと伸ばしたいんだけど、そう、ロングにしたいです。家族に見せた。でも今日パパ出張で帰ってこないんですよね。パパにはね染めることすら言ってないです。染めることしか言ってない、染めることすら言ってない。そうで、まだ学生だから一応できるだけシンプルにということで4月になったらもうちょっと明るくなるかもしれない。いや、パパには内緒っていうか別にあの言うタイミングがなかった。お前帰ってくるのが私が遅いから、すごい夜中に帰ってくるから、結構夜中っていうか夜なかなかもう会わないんだよ、パパ寝てるしみたいな、で家族寝てるしっていう言うタイミングがない。でもなんかメールとかで私があのなんだっけ染めたい、あ染めたいじゃない、染めようかなみたいな言ったんですよ、ショールショールみたいなメールで。そしたらね黒髪派が本当にいなかったの。みんなえいいじゃん染めないな、黒髪でいてほしいみたいに言われると私は思ってたの。そうでもみんなが黒髪がいいって言っても私は染めるよって思ってたんですけど、まさかのみんななんか賛成派が多くてビビった。あそういや黒髪派の人も若干はいたよ。でももうそれにかなわないぐらいみんなが染めなよみたいな。そうそうそう感じでちょっとびっくりした。染めなよっていうかなんかテラヒナが染めたいならなんか染めるのも似合うと思うよみたいな子もいたし、そうそうそう。なんかでも結構そうみんなに言われる、染めた方が黒髪どんだけ似合ってないんだよ。いや黒髪も似合うって言われることもあるけど。そうでもなんか高校卒業したらもうちょっと派手にしてもいいかなって思ってます。薄茶色なんかね、これも若干薄茶色なんだよね。薄茶色で暗めみたいなでインナーみたいな感じです。なんかね青っぽいの入れたんですよ。でも一応 青茶色みたいな、青茶色っていうちょっとわけわかんない色なんだけど、ちょっと結構わけわかんない色入れたんだけど、そうブリーチしてないからそこはねほぼなんか入れたのみたいなぐらいなんだけど、インナーがね多分今後変わってくると思います。黒髪以外のテラヒナを見てみたかったっていうのは、まあ確かにね、あの人多いよね黒髪。え、ユウまだいるの？またハート投げてる。え、これ本物？いや本物だよね、さすがに。さすがに本物だよね。ねえねえ、え、ハートっていくらすんの？なんか地味に順位落ちちゃってるからね。めっちゃ投げてくれるじゃん。なんかファンの人より投げてんじゃん、なんなら。そんなことはない。あ、最初なんかすごい投げてくれてた。あ、サイリウムもくれた。え、待って待って。あの、わかんないの。何？それ何？ 1っていくら？ 1っていくら？何？わかんない。なんか G みたいな。10とか。え、サイリウム高いんじゃない ?10 ってことは。何その何100とか10とか単位わかんない。あ、そうなの。ハートは1個1円なの。あ、え、そうなんだ。あ、え、そうなの。あ、10円。え、でもありがとう。ねえ、ほか、え、おいしい違うやん。100じゃん、100円じゃん。何やってんの本当に。ダメだよ。あ、バラありがとうございます。
いや投げすぎだよ投げすぎ投げすぎ、やばいじゃん。100円、109円109円投げてるよ。あ、タワーは1万 G ってことね。あ、そうなんだ。あ、猫ありがとうございます。テラヒナが染めたのよほど嬉しいのかこの画面越しで見ても嬉しいのかな。そんな変わんないからね、画面越しで。会った時はまあ確かに変わるかもしれないけどこんばんは。お返しにゆうちゃんに投げたい。いやいや、私は年下なんで年下なんで。あ、わかる、若干わかる。え、わかるくない？インナー見て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 。え、こういう音源あるよね、 TikTok に見て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 、お母さんほら、どうですか。あ、わかる、わかってきた今この状態で、あの、あ、はい、スクショスクショして、 OKOKOK。 そう、耳かけると可愛いよっていう、そのやり方言われた。え、1になってる、言う1位じゃん強っ。いや、投げてたもんね、すごいやばいやばい、みんな越されてるよ。いいの？いいの？越されて本当にまだいたんだ、しかもなんかちょっと投げてバイバイしたのかなと思って1位だよ、みんなスクショしなよ。ユウのとこにいんのかな1位やん、ガチじゃん。まあでも私の配信はあと30分ぐらいなんでね、30分後にどうなってるかわかりませんけども優が1位だったら、ちょっと、え、みんなもうちょっと頑張ってっていう今優がいつまで見るかわかんないけど、いや、もう不仲説返上ですね不仲説が消えてしまいました。ガチだよ、だってもうさ、ハート投げてたから、ハートサイリウムまでふふふ。寒い、誰か靴下ください。寒い、靴下欲しいな。寒い、靴下が欲しい。寒い、本当に寒い。今新潟大雪なんですよ。もうすっごいの、なんかなんかもうありえないくらい雪降ってんだよね、2月なのに。おかしいじゃんなんで降ってんのって。寒い、もこもこの靴下が履きたいゆうちゃん1位で草って
髪色素敵ですね、ありがとう。わかるかな。あ、でもわかる、なんかわかるようになってきた。今もなお色落ちしてんのかな。わかんないけど、来週も来るの。え、本当ありがとうございます。今は靴しか履いてないです。だからとてつもなく寒いです。髪質も綺麗、トリートメントしましたけど、トリートメントセットでやってもらいました。こんばんは。今の角度だと分かりやすい。あ、本当、これでしょ。これだよね。これで配信はできないけど、これだからそう、インナーだから内側に全部入ってるんですよ。それからここが全部インナーなの、本当。ほら、ほらほらほら、そうそうそう。あー、だるまとハートとレインボースターありがとうございます。キクラメンバー、キクラってキクラって読んじゃった。キツイモンメンバーには見せてないの、髪色変えた姿。うん、合ってない。でもなんか青から LINE 来たから、青に写真送ったのと、あとユウから、ユウが今見てる。離脱するので誰か1位になってる。バイ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 、ありがとう、たくさんギフト投げてくれて。男女読んであげようか、じゃあ。男女読んであげようか。これなんて名前でやってんのよ。1位 NGT48 に来て、富永優さんありがとうございました。ありがとうございました。また見に来てね。もういないよね多分。バイバイ。あ、先生も来た。おめでとうございます、富永優さん。もう消えたよね多分。壇上読んであげたけど多分もういなくなったと思われます。なんかさ、多分さ、首のあたりにさカラー剤がついてそうでさ怖いんだよ。ということで髪を染めましたって。でもね、すごい、私髪の毛強い方だと思ってたんだけどね、ブリーチしたらね、すごいパサパサになって、あ、こんなにも髪の毛って傷むんだって思って。なんかぶっちゃけ髪の毛を傷むということを知らなかったな、私。髪の毛が強すぎて何をやっても、アイロンをありえないぐらい高い温度でやっても大丈夫だったんだけど、なんかブリーチして髪の毛を触った時に、あ、傷むんだって思って。痛みを感じた、髪の毛に。そう、髪の毛に初めて痛みを感じた。わかめ食べ、それはさ髪の毛がさ欲しいから食べるんでしょ。髪の毛はいらないの。毛量はもうありえないぐらいあります私。ありえないぐらいじゃないけど、毛量には困ってないです。でもね、満足です、めちゃめちゃ可愛い。インナーが髪です。まあ、またあのなんか色が変になったら染めるので、その時はお楽しみにということで。え、私もう30分ぐらい配信してる、早くね。なんか毛量分けて100分の1でいいか。100分の1って多分、え、そんなんでいいの。え、100分の1ってどれぐらい、これぐらいかな、これぐらいって人間、これぐらい人間変わるの、何本ぐらいなんだろう、これ100本ぐらい、いや何本あんだろう、これで100
100本以上あるんだろうな。これ何本だと思う？今から数えてみる。日が暮れるんだけど。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、え、これで10だよ。だって絶対なんか300本ぐらいありそう。300本ぐらいだと思う。300どころじゃないか、1000ぐらいあるのかな。髪の毛ってすごいな。でもブリーチしてないところは別にそんな傷んでない、そんな傷んでないのと多分そんな変わってないから。インナーがね、とても良いです。だね、染めましたとかツイッターに書いといてさ、ショールームしますってみんなこれで見に来てくれてるわけでしょ。あの画面越しじゃ分かんないの。さっき分かったよね。だからさっき自撮りしようと思ったんだけど、なんか分からなすぎてやめました。本当に寒いんだけど、寒い。てかみんなちっちゃいもん公園どうでしたか？カミロアモインです。はい、あのいつか、まあ、長年触れていただければ。ちっちゃいもん公園どうでしたか？確かに言う、何気にずっと1位にいる。楽しかったですか？奇跡は間に合わないの、けん玉。マジ？けん玉ね、私がね、なんかノリで提案したの。何やるみたいな。アクロバット誰もできなくないみたいになって。え、奇跡だからけん玉とかはみたいな感じでネタで言ったら採用されてしまったっていう。奇跡のけん玉ね、ユニットの。サステナブルとかジュアルデイズとかのシングル入れてくる。ジュアルデイズはねやってないかもしれない、もしかしたら。ジュアルデイズはやってないかもしれない。制服の羽で湧いた。あ、エイトさんの、そう、なんかちっちゃいもん、エイト、あ、制服の羽でも私が入れました。どうだった？なんかでもなんか難しくてすごい体力使うんですよ、制服の羽って。だからちょっと入れたことを後悔したんですけど。ちょっと入れたことを後悔してるけど、まあ楽しいし、なんかそのなんていうんですかね、分かる人には分かる、そのなんかおおってなる曲ですよね。なんていうの、分かる人には分かるじゃないけど、こう湧く人には湧くよね、多分制服の羽は。いつか劇場で見てみたいです。今すぐに来てください。あ、でも次がまだ決まってないのか。あの、もう申し込み終わってるの多分。いきなり早送りカレンダーとは驚いた。あ、マジ？早送りカレンダーね、フルでやるから本当に。とか、おはようから始まる世界のラスサビあたりから、
あ、この公園ちょっとやばいやつだみたいな感じなんですね。そう。こんばんは。本当にね、そう早送りフルにして、でもなんか2番の振りがすごい可愛くて私好きなんですよね、早送りの。ユがツイートしてた？まだ1位だよユ、ちなみに。僕も好きかっていうこのこれが可愛い可愛くて大好き。のサラがストーリーを考えてくれて、そう、めっちゃね汗、そうみんな汗かいてましたね、すごい汗かいた本当に。しかも本当にあの公演中も行ったんだけど、その日昨日か昨日はあの なんだろうリハーサルをめっちゃやったの、なんかカメラさんとか音響さんとかのためにも、ためにもっていうかそのね一応リハがあるから2回やったのリハを、全曲だから3回目だったのあれだからなんかもう最初春亀公演の時はもうなんかめっちゃもう死んでた、やばいこれ出れるかなみたいななんかもうリハで苦しくなっちゃって、そうプロデューサーなんか言ってくれた、あそう見に来てくれてて小宮山プロデューサーがそうよかったよって。でもねあの見どころ言ったんだけどなんか気づいてくれてなかったのみんな気づいた？あのセブンティーンでなんかセブンティーンやったじゃないですか、セブンティーンっていう曲なんか気づきました？みんなすごいすごいことやって、すごいことになってたんですよセブンティーンで。それをさらに言ったんだけどちょっと気づいてくれなくてもう一回見てもいいって言ってたけど分かんなかった。セブンティーン今から調べるの話ですよ。でも誰かがモバメとかで言ってたら終わりだな。お、誰も気づいてない。え、気づかないのかな、あれって定点で見たら 100% わかると思うんだけどな。定点で見たら 100% わかんない。演出だ、多分普通の DMM じゃわかんないかも。いや、わかる人にはわかるかもしれない。頑張れば。いや、DMM まだ見てないからわかんないんだけど。定点で見ればわかると思うんだけど、セブンティーンのあのイントロのところ、メンバーカラーの照明になってるんですよ。そう、セブンティーンのイントロって、こう3人でいて、そうで真ん中に私がいて、ヤヒがいて、青がいて、で後ろにユウとハルカがいるんですけど、最初3人が踊るんですよセブンティーンのイントロで。で3人が踊ってる時は3人のメンバーからのスポットライトが、私のスポットライトは青で、ヤヒのスポットライトは赤で、青のスポットライトはオレンジで、3人がタッタッタンタッタンって踊ってしゃがんで暗転して、次2人が踊るんですけど、2人が踊る時はユウのスポットライトが白、白だったかな、ユウは黒だから白で、はるかのスポットライトがピンクになってて、でそのスポットライトプラス3人がすごい真ん中に集結してるのね、その時ステージ上に。だからその上手と下手のこの 両端のスポットライトは緑になってるんですよ。すごくない？これ言ってない、あの照明さんが作ってくれて、そういや嬉しいと思って、照明さんがそう頑張って多分作ってくれて、そうそうメンバーカラープラス、そうメンバーカラーのスポットライトプラス緑になって、定点で見るとすっごい綺麗だから定点で見てください。本当に定点じゃないと分かんないのかも分かんないんだけど、多分定点だと、定点のリハ映像しか見てないから、そうリハは定点で見てるから、リハの映像を見た時びっくりした。なんかヤヒが気づいて、これセブンティーンのやつ、あの何分かったんですよ。リハの時に照明見てたら
え、なんかメンバーカラーじゃないみたいな。でもどの曲に使われてるか分かんなくて、ヤヒがセブンティーンだよみたいな、そうって言って、セブンティーン見たら、でも多分定点じゃなくてもそう思って見れば分かるんじゃないかな。多分気づくには定点がいいと思うけど、分かった上で見たら定点じゃなくても多分分かると思う。そう、セブンティーンのイントロ、次の公演早、みんな来てくださいね、早めに。足が寒い。最近そう、昨日とか帰ってくるのがめっちゃ遅くて、なんか最近夜遅く帰ってくることが多くて、そうだからなんかいただいたプレゼントをあのなんか持って帰ってくるんだけど、なんかあの本当に爆買いおばさんかのように持って帰ってくるんだけど、もうそれが整理できてなくてすごいんだよね今。なんかもうなんか袋の山が部屋にあって、それをこの配信が今日終わったら片付けようと思っています。私の気持ちが乗れば。いや乗って、中身はね全部見たの、中身は全部見て、そう見てから持って帰ってくるんだけど、そうなんかそうあのみんなさ発送するときにさ、こう何かわいいプレゼント袋みたいなのはそのまま持って帰ってくるんだけど、なんて言うんだろう、ビニールに包まれてることってあるじゃん。そう、そのビニールを剥いでから持ってきたくて私は。そうそうそう、わかる。服でよくさ、なんかビニールみたいなの包まれてるんですよ、ラッピングじゃなくてビニール。そう、そのビニールを剥ぎたくて、だから全部見てから持って帰ってきてるんですよ、そのために。そう、でもそれがねちょっとたまりにたまりまくってるという、だから今日片付けたい。そうそう、そうやばいんだよね。そうあの、うん、あのやばい。あの見たことない紙袋のでかさのやつね、あってね、きっとまあ嬉しい、嬉しい、嬉しいから頑張ります。なんていうの、そうもらってめっちゃ使うんですよ。そうめっちゃ使うから、使うんだけど、そのね、ここに入れるまで体力というね戦いです。あ、誰もありがとうございます。そうなんです、そうみんなね、やっぱしんちゃんのとか送ってくれる方が多いですね。ごめん、なんかねしんちゃんのねタオルとか、そうしんちゃんのねタオルくれる人がいっぱいいるから、私のタオルは全部しんちゃんです今。あとカバンとか靴とか、そう靴スニーカーもらった、嬉しかった。あとねカバンも、そういやなんかわかんないけどね、私が緑ハマってることをね教えたの最近なんですよみんなに。そうでも多分その教えてから送ったものは多分まだ私の元に届いてないんだけど、それを予言するかのように緑のものが届いたんですね、何個か。そう何個か届いて、緑のものが、え私今緑ハマってんのバラす前だよねみたいな、え盗聴されてるみたいな。そうそう、プレゼントとかね、こう、あ、これもらいました、みんなが片付けるのが、ショールームで、これもらいました、ありがとうございます、片付けるのが、一番効率はいいと思ってるの。ショールームって見られてるから、絶対片付けないといけないじゃん。でも、それできないから、これもらったみたいな、あ、俺のだってなっちゃうからね。あ、まあ、なっていい、なっちゃダメなのか、なっていいのか分かんないけど。そうそう。それはできればしたいんですけど、私も。でも、配信切ってしまったら、
私はもう動けなくなっちゃうんですね、ここから。っていうか、あのお腹空いてるから今。今日のテラ、ね、ショールームってマジでさ、配信者のバッテリーのさ、あの使い、何すごいえぐい。開封イベ してほしかった。え、じゃあどんなの、じゃ出さないよ。じゃあここに紙袋を持ってくれば、私は動けなくなるから、ここから片付けないといけないから、紙袋を持ってこよう。まず一つだけ、何個かあるけど、選ばれし一つを持ってきてあげる。じゃあ一番手前にあった昨日もらった紙袋見て、でかくね。体育座りして膝ぐらいまである。出したらダメでしょ多分これ。待って、お湯のだ。しんちゃんのねポーチをね、あのねいっぱいもらった。でもポーチっていくらでも、そう、紙袋破けてんだよねこれ。ガムテープで留めてこようと思ったんだけど止めなかった。そう、しんちゃんのポーチがめっちゃもらった、ありがとう。あとめっちゃかわいいね、パーカーもねもらった。かわいい。あ、でもそんな入ってないこれ、この袋なんかかさ増しされてただけだった。細々したものと服が1、2、3、5、4、服が4着だけだった、だけだったっていうか、そのもっと入ってると思ってた。ありがとうございます。もっと入ってると思ってた、このでかさ。もっと入ってそうじゃない。意外とだった、袋のでかさの割には意外とだった。どうもこれは本当にあのありがとうございますという感じで、今回はいつぶりに受け取りなの。え、でもねこの前一回もらったんだよ。何の時だっけな、おしゃべり会の時に、おしゃべり会、あ違う、おしゃべり会の、そう、なんかずっともらってなかったの12月ぐらいから。そうだからクリスマスプレゼントとかみんなが送ってくれたのもらってなくて、で12月ぐらいにからずっともらってなくて、で、1月に1回もらった、受け取ったんです。で、なんか2月になって、あ、でも2月になってから3回目ぐらいかもしれない。うん、なんかおしゃべり会でもらって、ちっちゃいものリハでもらって、昨日もらった、ありがとうございます。アルビ関連のグッズを送ってくださる方もいますね。そうさ、なんかね一時期もらえなかったんだけど、あの受け取れなかったんだけど、そうそう、あの最近はねなんか頻繁にもらってます。わかんないんだよね、みんながこれ送ったのいつ頃とかわかんなくて、みんながいつ頃送ってるのかもわかんなくて、ありがとうございます。本当に使わせていただきます。嬉しいぞ私は。そうそう、私のファンの方も私の趣味思考、趣味思考っていうのかな、分かってくれて、そうそう。いや、まあ分かるか、さすがにショールームとかやったら、あのそう、私冬は基本スウェットしか着ないよみたいな。あ、すごい分かるよね、髪の毛。そうそう、冬はスウェットしか着ないよっていう、なんでっていう、もっとおしゃれしろっていう感じですよね。本当に冬はスウェット、今日もスウェット、
今日はレッスンがあったから、そうレッスン終わって美容室行ってきた。寒いんだけど、あ、そう、お手紙も、お手紙は別の袋に入れてあります。そう、お手紙はちょっとあのもらって夜帰ってくるのが遅くて即寝たからまだ読んでないんだけど、お手紙もお手紙は全部読んでからしまってます。全部あの NGT 入ってからもらったの全部取っといてあります、この中に。まだ雪降ってますか、わかんない。でもさっき降ってなかったけど、でもとにかくすごい、めっちゃ積もってる。そう、簡単なメセカに日付とか入れたらわかりやすいかな。うん、確かに、いつ送ったよみたいなね。なんかね、メセカがないとね、たまになんか誰からかわかんなくなる時あるんだよね、その名前が書かれてないと、誰からだみたいな。そうそう、お手紙とかでもいいし、なんかね、なんだっけ、袋、買った袋にあの紙を貼ってくれる人もいる。そう、誰々よりみたいな。そう、服が入ってる袋にポンとマスキングテープとかで貼ってくれる人とか、そう、いますね。じゃあ10年前の何言ってんの。何言ってんの、面白くないよ。面白くないぞ。また降ってきて、え、降ってんの、やば、ね、無理なんだけど本当に。あのさ、ば、何、なんだっけ、あの雪が降るとさ、あのなんかもう日常生活うまくいかない。全てにおいてやっぱさ、あの何、車とかもさ、なんか渋滞しちゃったりするじゃん、朝のさ、こう通勤時間とかだとさ、本当にやめてって思っちゃう。そう。本当にやめてって思っちゃう。もうお願いだから、なんかほどほどに降ってくれ。歩道にたまるのいいけど、道路にたまらないでって感じ。本当に、もうなんかやめて。雪はお願いだからやめてくれっていう。ああ、片付けよ、片付けよ、片付けろ自分。プレゼント見たんで、見てるんだけどさ、しっかり開けてないんだよね。かわいいじゃないですか。かわいい。なんかもう私の部屋がしんちゃんに侵略されそう。嬉しいけど、全部しんちゃん。なんか、うん、手の届く場所にしんちゃんがいっぱいいる。え、確かにみんな帰れたの、ちっちゃいもん公園の日。帰れた？雪やばかったでしょ、だって。止まったんじゃない、みんな。さすがに、あの、新潟に。県外の方は。ブリブリザイモンもいるよ、この充電器のコードに。かわいいね。電車が、あ、確かに電車とかね、遅れるよね、多分、知らんけど。帰った、え、帰ったの、すごいね。いや、帰れるか、電車じゃない、新幹線とか動いてたのか。もうなんかね、歩けないよね、あんなところね。歩けないし、歩きたくもないよね。発車遅れ、あ、そうなんだ。本当に雪って無理ね。なんか子供の頃、あんな、まだ子供だけどさ、小学生とか保育園の頃とか、雪だーとか言ってさ、めっちゃあの遊んでたけどさ、
えって感じだよねなんでなんでえそんな面白いみたいな今となってはね。雪だじゃないよって感じだよね本当に。そんなこと言ってられない。ねえ寒いんだけど。いつも通り0時半に帰宅しました。でもね私もめっちゃ遅かった昨日。ショールームやってからなんか話したなんかおしゃべりしたりして帰ったから遅かった。めちゃくちゃに遅かったですね普通に。やばーって思いながら明日早いのになーって思いながらふわ寝ました。もう寝ようって思って睡眠ってできるわけじゃないよね。寝ようって思ってもできないんだよね本当に。もうだから私あれ欲しいんだよね、あのホットアイマスク。めっちゃホットアイマスク欲しい。今年誰かに買ってもらおうと思ってタンプレでホットアイマスク大量に。布団入ると眠くなっちゃう。え布団入ると目が覚めるんだけど。えそうめっちゃ眠いの布団入るまではね。布団入るまではめっちゃ眠くて、よし寝ようってなったら全然なんか眠くなくて、えどうしよう寝れないって思って、ね、目つぶっても寝れなくて、だからえなんか見ようって思って映画とか見出しちゃうんですよ朝早いのに。でも朝早いからちゃんと寝ようとは思うんだよ。でも寝つけないの。そう。え、そう寝たくない時に眠くなるのかな。公園の前とかめっちゃなんか眠くなる時あるんだよねたまに。でも公園始まれば全然眠くないんだけど、そうたまにありますね。だからホットアイマスクが欲しい私は。メグリズムのリラックス音楽を聴く。えダメダメ。いやリラックス音楽というものは私あんまりあれかも、あのプレイリストとかに入ってない。リラックス系の音楽が。そう私なんかいつも音楽って決まった人のしか聴かないんですよ。このグループにハマったらもうこれこのグループしか聴かないみたいな。でも最近はこういろんなのを聴いてみようっていう大人になったんですよそうだからなんかそのね最近あの Apple Music から LINE Music に切り替え乗り換えたの私。そうそれでね LINE Music にしてみたらなんかそうなんか流行ってる曲とか年代とかで選べるやつがあって、そういうのをシャッフルで聴いてて、あこれいい曲だなって思ったのをこうプレイリストに追加してったりしてるんだけど。そうでもなんか TikTok で流行ってる曲とかが多いのかな。そうそこでお気に入りの曲を見つけた時の発掘感がすごいそうわこれめっちゃいい曲じゃんみたいな。えでもそんな有名じゃないよなみたいな。それが嬉しい。有名じゃないなくてすごいいい曲を見つけた時、もう自分しか知らない曲みたいなのじゃないけど、そうそうなんですよ。だからすごいそういうの見てますね。見てますっていうかなんかシャッフルで聴いてるから。でもなんか誰の何の曲か 見ないの普通に。だってさ携帯ポッケに入れてイヤホンしてるから、あの何わかんないの何聴いてるか自分が。いちいちさあ曲変わったって言って携帯見ないし、なんかなんとなく流れてるから自分が何聴いてるかわかんないんだけど面白い。あなんかいいなみたいな感覚。てかさ待ってびっくりした今さ、なんか日めくり日めくりじゃないか、なんかほぼ日めくりみたいな
カレンダーがなんか3日とか不定期な3日でめくったり2日間でめくったりみたいなカレンダーがあるんだけど、それがね1月17日で止まってることを言いました。え、ちょうど1ヶ月、今日って2月 17? 待って、1ヶ月間めくらないことあるカレンダーね、忙しかったよね。わかるわかるいやでも1月17日はそんな忙しくなかったと思うけどなえ、どうした、なんでカレンダーに向かって、やば、え、全部めくろやば、やばすぎだろ、何してんの本当に。あ、なんかさ美容院行ったからさ、目の中に髪の毛入ってて、美容院行った後って目痒くなんない、なんか髪の毛入ってきて。女子だけか、早送りカレンダーじゃない、もうなんか遅送りカレンダーみたいな本当に全然めくってない、早送りどころじゃないよね本当に。見たの始めるときに、もう私がこうなんか飽きてるときに、その書く時間がないのと、あとペンがない、あとその毎日、え、ね、1時間経ったよね絶対思ってて、もういつからやろうかなみたいな考えてはいるんですよ。そう、あるの、もうやろうとしてることが、ね、大変、そうそうなんですよ、だから、まあ、いいんだけどって感じけど、なんか変なメールが届いてんなって思ったら、あ、これ企画かなみたいな思ってくれればいいですぐらいであれも来なかったらじゃあ毎日じゃないのかなみたいなだったのに。ということで13位トーク、2位エルマバさん、1位オズちゃんさん、ありがとうございました。バイバーイ、またね、あ、間違えた、さよなら、バイバーイ。